日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、水島良津島貫津島貫島は岡山県倉敷市水島にある地域である。良島の東部を占める。旧浅口郡大江良島村に相当するエリアである。また、東地北部は古くから北面と呼ばれ、現在は同じ地名を名乗るが地理的、文化的にも異なる土地柄である。北面周辺は歴史的、 地理的事情を考慮し、北面のページで説明する。貫島町貫島、貫島1から5丁目からなる。競技の貫島にあたり、講義の貫島との混同を避けるため、このエリアを、貫島東小学校の学区内であることから、公明の貫島東と呼ばれることもあり、他に、東貫島と呼ばれることもある。ただし現在は一部が別学区として分離しているため、 この表現は、当地内の蔵島東小学区に限って用いられることが多い。当地は、蔵島山海島南部とその南の平地からなる。平地部は近世に干拓された新田地帯である。大まかに、茂ラ大江、江町、北面の集落があり、茂ラが中心的集落となっている。新田寺丘陵には、新興住宅地や、 大型団地が造成されている。なお、北面に関しては、歴史的経緯から後日の北面の章にて詳細を記述する。古くは当初であった津良島は、中世後期頃には東部に、津良島重穂村と呼ばれていた集落が存在した。戦国時代、天正三年に、毛利氏の勢力下となったが、江戸時代になると、徳川幕府領となり、松山大官 小堀信介の管理下となる。この頃より松山など、備中内陸部と高橋川水運を使った物資の衆参考として栄えるようになる。源那3年、成和藩主、山崎氏の所領に遺憾された。寛永16年に成和藩主が水谷勝高に代わり、同18年に水谷氏が松山藩へ移ると、再び幕府領となり、倉敷支配所に属す。 その後、幕末までに、松山藩や新見藩など時期により変遷をたどる。江戸期には、津良島に赤与村があり、その枝村として、毛浦村、高尾佐村、大江村、浅浦村、富崎村、長富村などがあったとされる。正法3年、赤与村の枝村であった津良島西部の西の浦村が、独立村となり、東部及び中部の村を合わせて新たに、 あがら村に再編されたとするが、その後も、時代や記録によると目まぐるしく変遷している。万寿元年、山崎豊治が、成和藩主となると、あがら村は、やがら村と、大江村は、独立村となり、残りは、最終的に合わせて、蔵島村にまとめられた。やがらと西の裏は、成和藩領分、大江と蔵島に村は、幕府領に再編された。天那2年には、 津良島、大江の二村が、庭瀬藩主、久世氏の所領となり、ついで上京三年に丹波亀山領分に、さらには、元禄十年に、新見領分となり、明治に至る。なお他に、地蔵院領地も愛給地として存在した。また、17世紀後半には、当地南側の海域が観客され、東から高潮神殿、大江神殿、網羅神殿が開発された。これが、 現在の良島一から五丁目となる。大江村は、昇法記の昇法号町には、良島西の裏村の飛び地の枝村である、幕府領として記され、備中修正史には、官営期の項に、幕府領は柄村の枝村として記されている。また、遠方二年の備中国倉入り、村村高町では、国高は七十九国余りとしている。同五年に、 松山藩によって検知が行われ、検知町に、田六町町五藩余り、畑八町四藩余り、小物なりとして、みかん13本と、銀22門目6分が記載されている。さらに、水夫屋敷五女畜地垣では、同年頃に、裏手雇用を務める裏組村々とされている。天保校長では、国高五十二国余り。明治八年六月十八日に、菅島、 大江に村が合併し、大江津良島村となるが、同10年5月25日に、矢柄村と合併し、津良島村となる。あと、北面神殿村のうち、旧、矢柄村分を併合するも、明治22年6月1日に、旧矢柄を分村。明治36年に津良島、西の浦、亀島、鶴神殿の各村が合併して、新しい津良島村となる。明治期には、 詩人、すすきだ給金を生んでいる。現在も成果が残り、観光地として整備されている。昭和53年に人口の急増に伴い設置された、朝日が丘小学校の学区に相当する。上記津良島の内校長と、新興住宅地のうぐいすを中心にした地区。他、津良島北学区の大浦や、近隣地区である、福田、西あ中島、 大高などもわずかであるが学区に含まれる。各地より分離した比較的新しい地区であり、大半が、蔵島の大技内である。当地は宅地化、市街化による農地の減少が著しいが、校長地区をはじめとする、旧東高橋川の廃川地では、道下線廃川以降、その土質を生かしたごぼうの生産が盛んである。現在も、その生産はされており、校長ごぼうあるいは、 津良島ごぼうとして、ブランド化し、倉敷市が制定した倉敷ブランドにも選定された経緯がある。北面地区は除く。ありがとうございます。